すごく毎日楽しく過ごしてます。もうちょっと仲良くくれます、ね、日本の医療はアメリカにも負けてないと思いました。あ、そうですよね、はい、ただやっぱり臨床試験を作っていく上では厳しい状況かなと。じゃあどうしようと思います。僕の考えでは分業すればいいの。臨床試験をする分業ですか。これちょっと流さない方がいいかもしれない。いや、流しますよ。臨床試験を専門にする病院と そうじゃない病院を分けていくのも一つの方法かなと思います。なるほどね。そうですか。で、先生その辺を目指すというわけですね。はい、作る方でお願いします。はい、頑張ってください。頑張ります。いやみんなきつくなってる。ジーパンが履けなくなりました。ジーパンが履けなくなりました。どこ取ってるんですか。そうですよ。お腹が出てきました。ではじゃあ感想を言ってください。感想を。本当にここに来れてよかったです。人生のなんかこういいこんなに自分のことを考えることはなかったし、自分がもうどういうふうに生きていかなければいけないかとか、そう考えると最高なのがいいと思います。はい、ありがとうございます。まだあります。はい、出会った人の中で一番かっこいい人誰ですか。ブレントさんです。ブレントさん、ブランクさん、薬剤師さん、ブランクさんですか。ものすごいなんかネタがいっぱいある。 ICU に、 ICU に。じゃあ先生も感想をどうぞ。感想ですか。ちょっと逆光になってなんかすごい真っ暗になってます。